どうも源健太郎です。クラブハウスってあるじゃないですか。ちょうど2ヶ月ぐらい前ですかね、バーッと一気に流行りだしたというか、なんかメディアが騒ぎ出したみたいな感じでバーッと押されてたアプリですけど、じゃあアカウントは持ってるんですよ。ただクラブハウスで源健太郎で検索したら僕のアカウントが出てくるんですけど、ただ本当にね、もう全く使ってなくて、でフォロワーもだからその招待してくれた人だけみたいな感じで、多分僕がフォローされてるのも多分1人だけとかで、もう完全に放置してる状態なんですけど、まあその登録した時にねざーっと見てみたり、まあ最近もたまにこう週1回とかちょっとパッと暇な時に、アプリ起動してまあなんかやってるやつあったら聞いたりするんですけど、思ったほどこう使い方がこうなんていうんだろう、定着してないというか、だから僕が思ってたようななんか感じとちょっと違ったというか、結構ビジネス系の人たちがこう使ってなんか等身大で喋るみたいな、なんか場所になってるんですけど、僕的にはね、なんかそのクラブハウスをこう初めて開いてみた時に、これもうおじさんしか多分分かんないこれもう世界がもう、いやもう言うの嫌なんだけど、昔のねYahooチャットをちょっと思い出したんですよね。Yahoo チャットって Yahoo にあったチャット機能なんですよ。その中にボイスっていう機能があって、チャットってね、基本的に文字で知らない人たちがリアルタイムで会話していくっていうやつなんですけど、Yahoo チャットにはボイス機能っていうのがあって、Yahoo ボイスチャットって言って、ボイス入れたら喋れるんですよ。で僕当時だから20年ぐらい前なんで、2000年とかの大学生の頃に初めてパソコン自分でねローン組んでパソコン買って、家にインターネットの線引いて、やっとそういうのが本当できるようになった時代で、その時に Yahoo チャットにドハマりしてたんですよね。だってさ、ほんと知らない人いっぱい喋っててさ、こうああだこうだやって、ラジオの真似事みたいなことやったりとかしてて、めちゃくちゃ面白かったですよ。で僕はその時分かったんで、そういういわゆるビジネス系の例えば話をしてる人とか、そういう時事ネタニュースみたいなことを主にこう喋るような、ルームにはやっぱり全然行かなくて、もうほんとね、その時だネットリテラシーとかもその今ほどちゃんとしてない時代だから、ラジオの真似事じゃないですけど、自分の持ってる CD とかの曲を延々と流したりとか、自分が実際その音楽の話をしたりとか、僕自身もそういう自分の持ってる CD とかを流したりとかして楽しんでたんですけど、やっぱ結構人気のあるボイスチャットルームっていうのは、V チューバーとか、あとはそういうネットの、配信、なんかライバーみたいな世界と同じように、やっぱ女の子がやっているルームだったんですよ。本当に今のね V チューバー的なノリに近いんですけど、すごい声の可愛い女の子がやっぱ喋ってると、そこにやっぱ人が集まってきて、でその子と会話するみたいな、当時はやっぱネットの速度だったりとか技術的にも、ウェブカメラみたいなのが本当にめちゃくちゃ画質の荒いものとかは世には存在してましたけど、生映像を配信するみたいなレベルじゃなかったんで、どこかで可愛い声の女の子が喋ってて、そこに男たちが群がってみたいなのが最初だったのかな。僕の人生の出会いとしてはそれが多分一番最初で、だから VTuber とかネット生配信の世界ってやっぱり、男性もあれだけど、やっぱりこう世にこう出る有名になったりとか、結構シェアを占めてるのはその女性からの発信じゃないですか。でそこに男が集まるみたいなものだから、結構俺クラブハウスも結局そういうサブカルチャーのノリというか、アイドルビジネス的なものに通ずるような、ノリみたいなね、女の子の可愛い声の人が喋って、しかもそれにリスナーが一緒に喋れるみたいな、そういうノリの方に行くのかなと思ったら、それはクラブハウス側のプロモーションの方法だったりとか、結構ビジネス系の、インフルエンサーの人たちが、これからはクラブハウスだって言って、クラブハウスでそういうビジネス的なことも含めた、大人同士の交流っていうのに使えるとか、それプロモーションに使えるみたいな売り出し方だったからなんだけど、意外とそういうオタク的な、楽しみ方とか、思ったほどないなと思って。で、僕なんかは、まだ今、クラブハウス本当にさっき言ったように全然使ってないから、まあ、自分が発信する側としても、例えばそうただ単に聞くだけみたいなリスナーとしても、まあ、全然定まってないんですけど、ざーっとこうなんか出てくるコンテンツ見ると、まあ、そういう割とビジネス寄りというか、こういう仕事やってますみたいな人たちがこう集まって、仕事のことだったり、まあ、ちょっとした雑談をするみたいなのがすごい多いから、スタートの時ほどのなんかこう勢いほど、まあ、定着しなかった、流行らなかったのかなみたいに、こうやってない人からすると余計思うような状況なんで、クラブハウスが今後どうなるかみたいなので言うと、なんかその辺りのとりあえず可愛い声の女の子がなんか喋ってて男たちが群がるみたいなものに、まあ、クラブハウスがなるかどうかが肝かなと思います。やっぱこう招待制っていうのはやっぱハードル高くて、ビジネス的なこうつながりのある人たちが招待してこうユーザー集めてるっていうのは多分入り口だから余計そうなのかなと思いますよね。やっぱ知ってる人招待して、知ってる人相手の知人相手にこう発信するみたいなものだから、だからまあそういうファンを集めるみたいなニーズにそこまで適してないのかなという感じもしますけど、まあなんでなんでこんな話をしながらというと、まあ本当にクラブハウス見てたら、なんかこれ Yahoo ボイスチャットをなんか思い出したわって思ったからなんですけど、僕六本木のお店とか始めるじゃないですか。だからまあその流れもあって、僕ね前ちょっと動画でお店作りっていうのは小さなコミュニティ作りだみたいな話をしたんですけど、結構クラブハウスはそういう意味で、まあ、割とお店に近いというか、ね、知ってる人にまあ来てもらうみたいな、でも知らない人もカランカランと勝手に入ってくることもできますよと、なんかいうような感じでね。で、まあ、僕たちみたいな小さい、ね、飲食店、またはバースタイルのお店だったら、やっぱお客さん同士のコミュニケーション、会話みたいなものもね、肝になるサービスじゃないですか。だからそこで会話、一緒にお店の人と、まあ、こう会話するお客さんもいれば、まあ会話せずにゆっくり過ごしてるお客さんもいてみたいな空間が、結構クラブハウスと飲食店が似てるとこかなとも思って、でさらにその中で可愛い女の子が例えば喋ってて、そこにファン層が集まってくるみたいな、まあオタクアイドル的なラインも、まあうちのねやってる事業的には含んでるんで、まあそういう意味で、まあ、クラブハウスっていうのを、まあ、小さなコミュニティ作りの一環として使っていこうかなとも、まあ、思ったみたいな感じのお話です。 Yahoo ボイスチャットを20年の時を経て自分がこう思い出すと、まだあれから20年かと思って、自分がインターネットと出会ってね、そういう本当ライブチャットだけでも音声だけで、その当時はチャットは字でやるもんだったのが音声できるようになっただけでもうすごいことだと思ってたんだけど、 SNS っていうシステムがその時代にはなかった、概念がね定着していたものじゃなかったから、僕からしたらやっぱ Yahoo ボイスチャットなんですよねっていうお話でした。誰も招待したことないんで、まあまずはね所属タレントに招待を送ろうかなとも思ってますけども、もしよかったらクラブハウス皆さんも登録してみておいてください。というわけで今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価低評価好きな方を押してチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。